どうも、トズルです。はい、今日はですね、クラクラチャンネル VS ファーストアタッカーズ、こちらのクラン対戦からお送りしていきたいと思うんですけれども、今回ね、ファーストアタッカーズというクランと当たって、かなりスロースターターなね、クランだったんですけれども、ちょっとクラン名と矛盾するようなクランだったんですけれども、今日は何をお送りしていこうかと申しますとですね、ちょっとクイヒーの動画をもっと上げてくれと、アーチャークイーンウォークですね。アーチャークイーンにヒーラーをつけた、この戦術、クイヒーと私呼んでいるんですけれども、クイヒーの動画がもっと見たいという要望、リクエストいただきましたので、そちらの方を見ていきたいと思います。で、アーチャークイーンにヒーラーをつけて、まあ、歩かせる、このクイヒーという戦術なんですけれども、非常にこう多彩な、やり方があります。で、非常にたくさんのこう、戦術と組み合わせもね、無限大だと思うので、まあ、あなた自身、その、なんていうのかな、攻め手に合ったこう、戦術と組み合わせてほしいなと思うんですけれども、まず一つ目のリプレイ。ミルクさんのリプレイなんですけれども、クイヒーブリッドってやつですね。アーチャークイーンウォーク、クイヒーに、ハイブリッドを組み合わせたような、ラババルを組み合わせたような、戦術です。で、ちょっと面白いのが、アルティメットと言われる最近の、もうなんか名前がたくさんありすぎて難しいんですけれども、要は陸部隊にこう魔法をたくさん使っていく、戦術です。ハイブリッドなんですけれども、陸部隊に、アースクエイク4つ、そしてレイジを使って、空部隊にはね、もう、ヘイスト2つしか使わない、そういった戦術となっております。まずジャイアントで相手の援軍を釣り出してますね。で、この釣り出した後にポイズンで黒バルを落とします。で、この後なんですけれども、この後ですね、3時方向からですね、3時方向からクイーン、アチャクイとヒーラーを投入するんですけれども、今アースクイークでですね、中までの壁を一気に開けました。そして、ちょっと上の方は、ガーゴイルでしっかりカットと、いう形で、アーチャークイーン、このヒーラーをつけたね、クイヒーという戦術は、相手のアーチャークイーン、そして、相手の援軍、これを、クイーンと、そしてヒーラー部隊でしっかり処理することが重要になってきます。で、今結構ね、ドラゴンに、焼かれかけたんですけれども、相手のアーチャークイーンの攻撃を受けた際に、クロークを使うのがベストですね。なんで、ここら辺のダメージ計算っていうのをしっかりやってると思うんですけれども、今回面白いの、ゴーレム使ってないんですよね。ゴーレム使わずに、アーチャークイーンの下のここの区域ですね。ここの区域はバーブリアンキングと、ウィザード2体でサイドカットしていて、ここで、レイジとクロークを使って一気に回復しましたね。相手のアーチャークイーンからの攻撃でやられそうなのを、レイジとそして、クロークで一気にカバーしました。そしてすぐに、ソロパートを突入するんですけれども、このクイヒーとハイブリッドを掛け合わせたこの戦術の強みっていうのは、クイーンが最後まで生き残ってですね、施設をかなりの範囲破壊してくれるんですよね。中心部に今回テスラかなり入ってくるんですけれども、まあ、ここら辺はね、アーチャークイーンとヒーラー部隊が、やっつけてくれるので、うまくこう空部隊がね、スムーズに回っていけるっていうのが、まあ、この戦術の強みになるのかなと思います。やっぱりこの戦術極めるとかなり強いですので、火力の高いアーチャークイーンっていうのが最後まで活躍できる戦術っていうのはどうしても、どんな戦術でも強くなってくるのかなという気がします。さあ、ここで残りの、バルーン1体でエアスイーパーをやっつけて、ターゲットが、そのバルーンに行ったのを確認してから、アーチャーターンの後ろからですね、黒バルを投入と、言った形で、かなりソラパートも落ち着いた攻めになっていると思います。タッピーも十分量残っていますし、まあ、素晴らしいアタックかなと思います。はい。という感じでですね、クイヒーとハイブリッドを掛け合わせて、さらに、リックパートに、かなり呪文を多用しているといった、まあ、名付けるならアルティメットクイヒーブリッド、こんな感じになるんでしょうかね。はい、ということで次のリプレイ見ていきたいと思います。次のリプレイはネロさんのリプレイですね。ネロさんは最近、ネロネロチャンネルでね、かなり動画を、上げてくれているんですけれども、まあ、ネロネロチャンネル、こう、戦術別にね、動画がこう、紹介されていて、クイヒーだったらクイヒー、ジャイウィズだったらジャイウィズみたいな感じでね、戦術別にこう動画が見れるので非常に好評なんですけれども、ネロさん今回は、クイヒープラスのゴイーバー、そしてホグライダー、ここら辺を組み合わせてやってくれています。これ3時方向ガーゴイル2体でね、
体力の高い金庫、そしてダークエリクサタンクを、破壊しているのに注目ですね。早い段階でガーゴイル出しておくことで、体力の高い、ところをしっかり削っていくと。で、この時点で面白いのが、クイーンの方向に、これヒーラーの、これなんか、電子波がすごいですね。ヒーラーの回復の電子光線が今なんかすごいことになってるんですけれども、今ここ壁を少し下側に開けましたね。下側に開けて、ここから面白いのが、ホグライダーを投入して、ゴーレムが上に行かないように誘導するんですよね。で、ここでジャンプを打ちます。ここでジャンプを打つことによって、こうゴーレムが上まで行かないでいいように、ホグライダー1体ずつでうまくですね、破壊しました。ここで援軍を処理していく。で、こうヒーラーがここでね、ゴーレムに、ターゲットを移ってしまうんですけれども、しっかりゴーレムでターゲットを取っているので、アーチャークイーン、全然ダメージを受けておりません。まあ、バルキリーと、そして、バブリアンキングの投入タイミングもバッチリだったんじゃないかなと思います。そして残りはホグライダー、結構、ヒール2つをね、ホグライダーに使いつつ回していくと。言った形になっていて、戦術名つけるの難しいんですけれども、まあ、ホグライダーのそういうゴレホグのゴレ要素のところに、クイヒーをこううまく使っているような応用例ですね。こんな感じでゴーレムを1体少なくして、ゴレホグにクイヒーを掛け合わせたり、ハイブリッドにクイヒーを掛け合わせたりすることで、アーチャークイーンが最終的にこう生き残って最後まで防衛施設を削ってくれる確率が非常に上がりますので、まあ、難易度ももちろん上がります。慣れるまではね、クイヒーって非常に難しい戦術なんですけれども、まあ、慣れてしまえばですね、しっかりダメージ計算とかできるようになったら、かなりね、そのクイーンの良さっていうのが最大限活かせる戦術となっていますので、ヒーラーが今回のように最後まで生き残るとですね、ゴーレムも、最終的に生き残る可能性が高くなってくるので、非常に強い戦術となってきますね。まあ、今後こうヒーラーが弱体化するまではこういった戦術っていうのがもうずっと使われてくるんじゃないかなというぐらい、タウンホール9ではクイヒーっていうのはもう本当に強い戦術だと思います。はい、ということで全開してくれました。ということでですね、今日見た以外にも、やっぱクイヒーっていうのはいろんな戦術とこう組み合わせることで、まあ、無限大のこう可能性を持っているのかなと思いますので、ぜひですね、ヒーラーの扱い、長けてない方は、まあ、マルチでね、私の場合は練習しました。マルチヒーラー連れて行って、アーチャークイーンでね、うまくこう、資源を抜く練習をしているうちに、アーチャークイーンとヒーラーの動きっていうのがだんだん少しずつ掴んでくると思うので、その後にですね、対戦とかでもクイヒーを練習すればいいかなと思います。まずはマルチから、クイヒーで資源を抜く練習っていうのを、まあ、やってみてもらえると面白いかもしれません。大体ヒーラー4体でどの防衛施設、まあ、大体3個から攻撃を受けるとかなりきつい状態になってしまうので、まあ、うまくこうヒーラーの回復量が4体でも足りるところをアーチャークイーンで回していって、そこで足りないところをうまくダメージを他のユニットで吸ってあげるっていう、吸収してあげるっていうのが、この戦術のポイントかなと思います。ということで、今回は、ネロさんと、そしてミルクさんのクイヒーをご紹介いたしました。また明日もですね、動画見てください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。